10月日日の金曜日に行います時間はいつも通りですね、18時から21時ということで行うんですけど、はい、行うんですが、まあ、内容はですね、あのまあ、いつも話してますけど、テーマは決めてません。 で、事前にですね、そのテーマがこうだから参加してもらいたいという形ではなくてですね、とにかく私の一番今考えている最新のネタとか、最新のノウハウとか、アイディアとかお話を聞きたいという方のためにやっている会なので、あの、その時僕は思いつきで喋りますので、3時間ですね、あの、 一切、こう、なんていうかな、アドリブで喋るって感じになっているので、特にテーマは用意してないんですが、まあ、とは言ってもですね、いつも僕がこの YouTube の動画で話している内容をもう一回お話するんでは意味がないので、なるべく話してない内容で3時間話そうかなと思っているんですね。なので、15分の動画を毎日ご覧いただいていると、それプラス、 もしくはそれにない内容を学べるので、非常にですね、価値が高いと思っています。というのは、結局15分の動画っていうのは、15分の動画にするまで僕が実際使ってみたり、ノウハウをですね、貯めてきたものを分かりやすく解説しているので、もっと新しいものとか、もっと動画になってないものとかですね、まあ、小ネタとかっていうのは入ってないものがいっぱいあるんですね。それらのものがまあ学べる。そして、それをですね、実際、ズーム通しを行いますので、 リアルタイムに質問したりとか、何か聞いたりするってこともできますので、まあ、そういう点でもお得かなと思っているサービスをやっています。こちらは弊社がやっていますネットビジネス研究会のセミナー会員、スカイプ会員の方が参加できるようになっているんですけど、こちらのもののですね、ちょっと説明をいたしますと、こういう感じになっています。出ますでしょうかね、こちらですね。 はい、えー、こちらです、えー、セミナー会員、スカイプ会員、えー、月4190円のコースか、月5400円のコースのほに入ってくださいと、まあ、5400円のコースだと、スカイプ会員までが入っているんですけど、このセミナー会員からで大丈夫です。4190円が高いか安いか問題があるんですけど、まあ、通常ですね、まあ、僕、セミナーを開催するときは5000円で開催しているのが、約ですね、まあ、2割引きぐらいの値段でできます。まあ、ちょうど2割引くと4000円になりますよね。 それに190円が乗っかってると思ってください。190円っていうのはこのデイリー会員なので、デイリー会員の特典は含んでますので、セミナー会員の方に参加していただけるとですね、毎日の動画プラス、それ以来、それ以上のですね、このセミナーの Zoom 参加もできるということなので、お得かなと思います。もちろん、このセミナー会員の中には、ムービー会員の特典になります、毎日今、月2本ぐらい上げてますけど、のセミナー教材も含んで、過去の動画も学び放題で、 4,190円なので、お安いかなと思ってます。とにかくね、その新しいネタというかですね、新しい教材を作るだけで大変なんで、これあの、毎月2本ずつ作るって偉いことなんですけど、これも含んでの値段なんで、まあ大体あの、1本出すと5,000円で販売してるわけなんで、それ2本あったらもう1万円なんでね、どう考えても安いんで、ぜひ皆さんね、セミナー会の方に参加いただけば嬉しいなと思っています。で、そこからさらに、プラスですね、1,210円。 ですね、足すとスカイプ会になりますから、まあ、言ってみれば、1210円で月1回ですね、30分でありますけど、僕にスカイプやズームを通してアドバイスを受けることができるので、これはかなり安いですで。なぜかというとですね、僕は今ですね、あの1時間1万円で単発のコンサルティングをやっているので、まあ、これ30分だとすると5000円ですから、5000円の内容をふ、もうほぼこれが5000円の内容みたいなもんじゃないですか。 なんだけど、そこにこれらが全部入ってるわけなんで、どう考えても安いんで、あの、単発で受けるぐらいであれば、僕の会員になった方が安い。まあ、ただね、30分しかないっていうことと、そして、皆さんが時間を決めることはできなくて、僕の空いた時間で設定してるのですね、自分の好きな時間で、そして30分じゃなくて1時間とかですね、ちゃんと受けたいよって方は、もちろん、この単発コンサルティングとか、通信コンサルティングとか受けるっていうメリットはあります。通信コンサルティングになると、 これはあの無制限になりますから、スカイプとかメールとか無制限になるので、そういう点でもお得なので、これはこれでまあメリットあるんですが、ネットビス研究会の方もよかったら入ってみてくださいということで、今月も行いますので、よかったら参加してみてください。 で今月だけ参加してみて、とりあえずね、お試しで参加してみて、面白くなければ、1ヶ月で抜けるって形でも OK です。これ、は YouTube のメンバーシップの使用上、簡単にね、あの入ったり出たりができるので、あのぜひよかったらですね、あのお試しで入ってみていただければと思います。はい。というのを行いますので、10月25日金曜日なんですけど、今回ですね、僕、あの、鹿児島に出張に行ってましてで、鹿児島の商工会議所で昼間公演した後、ホテルに戻って、ホテルから配信になりますから、これ、久しぶりですね、あの、事務所じゃなくて、で 先からあのやるのはかなり久しぶりかなって気がしてるので、まあ、そういう鹿児島話も含めですねお話できるかなと思ってますので楽しみにしておいてください。ということで参加お待ちしております。